こんばんは。こんにちは。群馬の加賀氏です。よろしくお願いします。ボーカルギター堀越壮太と、じゃあ斉藤正弘と、ベース中屋敷智弘と、ドラムの関裕介です。お願いします。今回ハローアット四畳半の、活動休止ということで、それぞれが選んだ楽曲を使って、プレイリストを作るということで、僕らも一人一人選ばせていただきました。マサさん、どうぞ。はい、僕はリバースデイです。なぜですか？素晴らしい楽曲に心を打たれます。大きい声だね。ゆうすけさん。僕はですね、スケープゴートです。なぜですか？ですね、あの曲は僕が聞いた感じだと、全員が全員を、なんていうんですかね、まあ、殺し合うというか、いい意味で、なんか、俺が主役だ、みたいな感じで、なんか、そうですね、やり合ってる感がとても好きです。長志さん。はい、僕は悲しいをいつかはです。はい、じゃあ歌ってください。悲しいをいつかは消えてしまうだろー。違ってね。僕はウユニの空へという曲で、まあ、かかしとしてもなんていうんですかね、僕個人じゃなくてバンド単位としても結構、まあ、思い出深い曲かなと思います。出会った頃の曲でしたし、その僕らしさの灯火祭でも、まあ、やってくれたり、結構まあ聞くとあの時の光景を思い浮かべるような曲なので、まあ、好きですね。まあ、また早めに帰ってきてくれたらいいなと思いますし、はい、帰ってきた時にまた、まあ、一緒にやれるように長生きできたらいいなと思っております。元気でやってくれ。最高やで。群馬の加賀氏でした。ありがとうございました。ありがとうございました。